ようございます。杉京子です。丁寧な朝が心を豊かにするモニミソミュージック。今日は気力、体力を補い、リラックス効果もあります。ほうれん草とヨーグルトのお味噌汁を作っていきます。そして今日のお味噌はこちら。でーん。坂本商店さんの仙台こし味噌です。はい。こちらのお味噌はですね、米味噌でして、宮城県のお味噌です。やっぱりお米のね、美味しい地域なので、こうなんていうんですかね、このお米の旨味がしっかり入っているお味噌です。で、熟成もじっくりされているので、コクと旨味が本当にね、こうギュッと詰まった、お味噌です。で、塩分率が 13% とお味噌の中ではね、少し高めではあるんですけれども、なのでこう塩気がねしっかりある、お味噌です。なのでこうさっぱりしたね食材とかもきちんと包み込んでくれるような、お味噌だと思います。今日はこれをね使っていきます。
完成です。おー、なんか新鮮な香りですね。いただきます。こうね、ヨーグルトをこう混ぜていただいて、あ、すごいなんか新しい味や。なんかもともとこのお味噌にコクがあるんですけれども、ヨーグルトを入れることによってよりまろやかに、かつもうさらにコクが増す感じですね。なるほどね。なんかすごい、なんだろう、これも洋風な感じで、なんかヨーロピアンな感じが、もう完全に私の主観ですけど、ヨーロピアンな感じがします。あ、美味しい。やっぱり発酵食品同士って相性がいいんですね。そして今日の味噌スープミュージックはこちらでーん、サタデーパリスマッチさんです。はい、とってもね、おしゃれでかっこよくて、素晴らしいグルーヴの、ユニットなんですけれども、このサタデーという曲は確か専門学校かなんかの、CM に使われていて、私は知ったんですけれども、このボーカルの水野真理さんのね、歌声とこのサタデーのね、かっこいいグルーヴで、なんだろう、いろんな楽器の音が詰まってるんですけれども、すごく軽やかな感じで、こうなんか大人ですよね、大人っぽい。そしてなんかこういい意味で J-POP らしくないこのサウンドがですね、とてもかっこよくて、でかつそのやっぱり水野真理さんのその中音から低音から高音から本当にね、滑らかな素敵な歌声をされてまして、いつもこの曲を聴くと、その土曜日の午後っていうんですかね、すごく穏やかな時間景色を思い出させてくれて、とてもリラックスできる空間を作ってくれる素敵な曲なので、今日はこちらを選びました。朝のお味噌汁と音楽で素敵な一日をお過ごしください。Have a nice day with the morning miso soup music. またねー。